はい、今日は5月31日です。今日のお題はフラットアース、地球平面説です。この前なんかその前に私の知り合いで川上さんっていう人が1年前にねフラットアースの話をしてたんですよ、マジでね。でから何言ってんだろうこの人はと思ってね、その人チェーンソーよく使うんで、この人チェーンソーオイルでも吸いすぎたんじゃないかとか思ったんですけど、まあそれから少しは気になってたんですよ。で1年後最近ねまた調べてみたら、案外フラットアースって本当かなって、今 80% ぐらいね信じてるんですけど、まずねその疑問点としては南極航路が全然ないということですよね、飛行機のね。だって南アフリカ共和国、あそこからオーストラリアなんかね、南極通ればものすごく近いはずだけど、そういうルートはないんですよね。んから、オーストラリアからベネスアレスとかね行く飛行機もアメリカを通っていくんですよね。直接はないんですよ。おかしいんですよね。地球フラット説だと、オーストラリアからベネスアイレスはフラットの地形から見るとアメリカを通ると最短なわけですよ、直線距離上にあるから。だからこれもね、で南極自体がものすごく不思議ですよね。だってこれだけね航空機だとかいろんなものがあるのにね、南極のことだけはね全然ね話題にならないというかさ、未開の地になってるわけでしょ。だからおかしいなと思ってるんですよね。あと渡り鳥が、北極から大陸をねずっと南下していって、また北極に戻るというねルートがね、3ルート3つの大陸の流れからあるんだけど、なぜか南極をベースにするような渡り鳥とか一切ないんですよね。南極には渡り鳥は全然行こうとしないんですよね。これも不思議ですよね。それで下根司さんが映像を出してたんですけど、巨大な、ね、惑星があって星があって、その一部に黒い点があるんですよね。プツ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 、そのプツプツの一個が我々の地球だっていう映像があるんですよ。あ、これは面白いなと思ってね。これでね、もしこういうのこれが本当であるならば、いくつか の今までわからなかったことが合うんですよ。その第一が中国の古い書物の三外教、これによると地球からはるかに東の土地に行くと変な生命がいて、一本足の生命体だとか、例えば四つ足の生命体で手が四つあって、それが二つに分かれて分離すると増殖していくような人間みたいなものがあるとかね。それもその地球という一個の黒い点が隣にも数百個あるから、そこのところに行けば別の地球の進化があるわけですよね。そうすればそういう変な生命もあると。例えばバード少佐が南極へ行って恐竜の写真を撮ってビデオを撮ってからね公開してましたよね。あれも隣の地球へ行って撮影してきたという考えれば納得いくわけですよね。バード少佐の恐竜の、ね、映像とかいうのは昔日本でも映画館の前のニュースとかいうのがあったでしょ。それにねよく流してたそうです。あとはボイニッチの趣向とかいうのがあって、なんか植物の絵とかがあって、その横に文字を書いてるんですけど、全くの解読不可能な文字っていうことなんですよね。誰も読めない。それもね、そのある人が
その隣の地球がそういう文明で、そこで書かれた趣向っていうかノートみたいなものが地球を我々の地球域で置かれたと。そうすれば理解できますよね。で、なんか前 YouTube だいぶ前見たんですけど、男の人がその別の世界へ行ってそこで数年間過ごしたそうなんですよね。で、そこで文字とかも勉強して、で地球へ帰ってきた時にそのボイニッチの思考の文字がちゃんと読めたとか言うんですよね。まあ本当かどうかわからないけど、そういう話もありました。ただ地球平面説だとなんか説明が難しい問題がたくさんありますよね。潮の満ち引きだとか、昼夜だとか、北半球と南半球の季節の違いだとか、そういうのを一つずつちょっとね、考えてみてクリアしていかないといけないなと思ってます。今日はありがとうございました。